で、最後にえっ、ー、と流れない粉体の特徴付けをします。で、これは <coughs> 合成率というものが出てきます。先ほど粘性率というのは出てきましたが、合成率です。これはあの5。その。薄くちょっと濃いと結局あ失礼しました。えっ、ー、と例えばこの？こういう豆腐みたいなやつをグッと歪ませて、これは形を保つことができるということですね。 その歪ませたものに対してだから先ほど出てきたストレスこう斜めにこう力を加えているからストレスがあるわけですがストレスがこの元の11のボックスに対してこのガンマだけ歪みをかけたときにその係数が合成率となるとこれを、G、普通 G で書きます。で年成率とよく似てるんですねであのご記憶の方は ガンマドットっていうのがセ、ね、でエー,ターあじゃあガンマドットでここにエーターっていうのがありましたで粘性率はエーターでガンマドットでこれは合成率は G でガンマですガンマドットっていうのはドットっていうのは時間ビームですニュートン以来そう使っていますだからこの歪み速度っていうのが先端率なんですねでこれは歪みそのものですだからこれは無次元量です そういうい関係になっていますでまあ,あのレオロジーの分野とかいうのはそれを足し合わせたり掛け合わせたりいろいろします。でそれでその粉体を集めてきた時に例えばちょっと考えれば分かりますけど砂とかを持ってきてこうグッグッとこう押し付けるとそうすると臨界密度より低かったら、まあ、基本。 もちろんいくらでも圧縮できるわけです。シューッとこう縮めることができます。まあもちろん基板があると基板に対する抵抗力がありますけど、そんなのなかったらもういくらでも力なくピュッと縮めることができますが、もちろんそのぶつか粒子同士がぶつかってネットワークを組むと抵抗力が働くわけですね。それがジャミングなんです。でその時にえっ、ー、とまあここ先まで ΦJ って書いてましたけどこれは ΦC って書いてますが、えー、ある種の 連続的な転移が起こるとのイ上でこれはあの先ほど最初の方最初でもないですけど真ん中の辺で出てきた粉体のモデルの時の,あのポテンシャルの指数 α でだいたい決まるとで覚えてらっしゃるかどうか分かりませんが我々は α を2としますと言いました調和ポテンシャルあるいはバネ普通の線形バネフックの法則が成り立つ場合は α が2です。 でこれはまあ簡単に分かりまして実は圧力っていうのは力,力に比例してますので、えー、ポテンシャルの微分で決まりますでポテンシャルの微分で決まるのでポテンシャルの、えー、指数が 5-j の α 乗、えー、ですからそれが1だけ指数がずれて α-1 になると。でまあそれは簡単な話なんですが、えー、とあと特徴付けとしては。 接触点数というのは違います。で、これはあの柔らかい粉だとあんまり劇的に変わらないんですけど、それをどんどん硬くしていくと、あある臨界密度より下ではゼロなのが臨界密度より上で不連続に ZC に飛びます。それが先ほど言ったように接線力がない場合は次元の2倍と言われています。で、そそれに飛びます。 だからある意味このジャミング転移というのは不なんていうか混ざった転移なんですねこれは連続転移なんですけどこっちは不連続転移ということになります。でこの 2D というのは簡単に分かりまして方程式の数は運動方程式ですから今こう粒子重心に対して考えるだけです。で1個,のあ,たり1個あたり当然3個ありますから3次元だったら3個ありますからそれ粒子が N 個あったら ND 個があるわけです。 で接触点の数っていうのは今1個あたりの接触点を Z としていますからそれがペアであるので半分に割って NZ÷2 とで両者がバランスするのは 2D これだけです。でこれがまあこんな2003年ぐらいには論文になるんですね恐ろしく簡単な分野です、えーまあ。まあ摩擦があるともうちょっとややこしいんですけどまあ実はこの議論はマックセルが19世紀にやっているので、まあ、それを再発見21世紀に再発見しているということになります。 い、えーまあ、いずれにしてもそういう不連続があるとでじゃあその接触点数がもうちょっと密度が濃くなったらどうなるかっていうとどうもこれを見ると、えー、ハーモニックな場合ですね α が2の場合は z-zc が φ j の2分の1乗まあファイファイ c でもいいんですがの2分の1乗になるということがあシミュレーションとか実験で分かっています。 でこれはまあ説明をつけるとすると、えーまあ、まあこれは結果を見ての説明なのであんまり信用しない方がいいですがあの圧力が Z の関数として、まあ、Zc が安定な極小値を与えるとすると1回微分0になるので,、まあ、で圧力はもう0から始まるから Z−Zc の2乗でしょうと。でそう一方で圧力は先ほどの簡単な議論から アルファが二の場合は、z ファイマイナスファイジェーに比例しています。とすると、z マイのそのファイ圧力ここに z マイナス z c の事情が来るので、密度の依存性はこうなるだろうと。まあこうこういう理解でいいんじゃないかということです。で、えっ、ー、とそれで合成率です。で、合成率の方が我々の主眼でした。で、合成率に関しては、えっ、ー、とまあ力がこの変形に対してまあリニアである。 今そのが2ですからリニアで,で変形っていうのは密度がオーバーラップ密度が臨界点を超えないとダメですけれどもその臨界点に対してこれまあ展開すると 5−j に比例しているでしょうと。でまあここはちょっと怪しいところなんですけどでえと合成率っていうのは接触点数が接触点がネットワーク接触のネットワークができて初めてできるので。 多分接触点が余計に臨界値よりも増えたらその分だけ比例して合成率は増えるはずだろうと。でそうするとこれが 5−5j の2分の1乗だったのでそうすると合成率はきっと 5−5j の2分の1乗だろうという議論があります。でこれはシミュレーションとよく合います。ところが一方でそう合わないという主張する場合もあってこれはあのえっ、ー、と 粉体の実験ではなくてエマルジョン化なんかだったと思いますが、えー、圧力この π っていうのが圧力ですねこれ GP' と GM2' っていうのがあって、まあ、ちょっとややこしいんですけどそれは忘れまして、えー、とこっち側が大事なんですけどどれがどれだか分かりませんがまあ言いたいことはなんかデータが重なってますねっていうことで実は圧力,と圧力と合成率が同じような振る舞いをするでもしそうだとすると。 合成率は。圧力と同じなんだかファイマイナスファイジェーに比例するはずだと。これはどうなっているのって言うのが。まあ、ちょっとミステリーだったわけですね。で、それをちょっと見てみると、どういうことが起こるかっていうのは。少し分かってきました。これは。例えば。あの。粒子のネットワークをこう、ずりをかけて、これ振動的なずりをかけてるんですね。で。こうやって見ていると。なんか。 まあ色太さが変わってかえって見づらいところもあるんですが粒子の組む接触相手ですねさっきの応力差なんですが先ほどの2分の1乗っていうのはそういうことはないと仮定しているわけですがこれはどうも組み替えが起こっていると。 で組み替えが起こるというっれはもともと赤い粒子を詰めて3次元的な先ほどのムービーは2次元ですけどもずり、えー、をかけるとでガンマはひずみですひずみが、まあ、小さいときにはその粒子の組み換えあ粒子の接触ペアの組み換えっていうのはあんまりないわけですでまだだけど少しあるでこれをだんだん大きくしていくともう組み換えだらけになるとですから接触ペアは必ずしも安定にずっと 組んでいるわけじゃないあるいはガンマを小さくすれば歪みが小さければ組み替えはないという言い方をしてもいいかもしれません。だからひ歪みが大き,か大きかったら当たり前ですけど壊れてるのでどん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 組み替えが起こ,起こります。でそれを踏まえてあのシミュレーションをしますとあこういう感じで、えー、とガンマ0っていうのはガンマ0っていうのはあその。 振動的な歪みを与えた時の振幅です。で、振幅が小さいときは、えー、こういう振る舞いをします。実はこのラインは二分の一乗です。で、Φ マイナス ΦJ の二分の一乗。で、かなり振幅がでかいときはこのラインに従います。これはリニアです。一乗です。ですからどっちも正しい。正しいだけど、えっ、ー、と振幅が小さくてえっ、ー、と 粒子の接触のペアが組み替わらないときには2分の1乗で組み替わるときにはリニアだでそれは例えばこういう感じでまとめることができてえと大振幅の場合はこの辺が2分の1乗に落ちるとでこれがあの歪みの振幅ですねで B が1ですで A が2分の1です。だからこのの辺は分乗で ここが一乗になるように組,組み替えが起こっているとそういうまあスケーリングいろいろな密度に対してこうプロットしたわけですけれどもそういうのは全部ユニバーサルなカーブに乗っかっているということが分かります。で、えー、実はここのラインは理論的に決めることもできまして、まあ、細かいのであんまり説明はしませんが実はそのなだれ と関係していますでこれは雪崩のサイズ分布なんですけど、えー、雪崩のサイズ分布は、まあ、非常に簡単なランダムウォークの理論で、えーまあ、こういうふうになるという平均波的な扱いをすると再起時間分布でマップできますのでできるということが分かっていましてそれがまあサイズの2分の3乗マイナス2分の3乗になるとでエクスポネーシャルのカットオフがあるとで実際シミュレーションデータは非常にきれいにそれに載っています。 これを考慮すると先ほどのここの c が二分の一っていうのが出てきてこのラインが引けるわけですね。そうすると先ほどのリニアにこういうふうにラインが引ける。で逆に言うとこの圧力と同じ依存性を示すということもわかると。だから雪崩が起こる地震みたいな雪崩がバ,バババッと起こってその 合成率がちょっと下がっているわけですね。こういうふうに合成合成が弱くなっているわけです。ちょっと柔らかくなっちゃっている。で、まあそれはなだれで起こって決まっていて、そういうのは理論的にもある程度わかるということです。で、結局流れない粉体のま,まとめは流れない粉体は合成を持つ硬さを持つ。で、合体極限で接触点数が有限な値を持つように転移が起こります。 で合成率による特徴付けが可能なんですけれどもそれは密度の関数としてどうなるかというのが大事なんですが合成率は振幅にその歪みの振幅によっては密度依存性が異なると。で大振幅の場合は応力のなれがが起ここっててそれが合成率を決めいいるということうになりますですから組み替えを考慮するというのは非常に大事であるということになります。